はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょい、散歩け。えへい、ちょっとね、指パチのキレがですね、の実況をしていきたいと思います。というわけでですね、今回は先にパーティー編成変えときゃよかったかな。まあ例によっていつも通りです。今回はですね、やります、新しく来たやつを、なんかなんだっけ、1日1回限定のやつ、これブグ毎日更新、1日じゃなかった1回限定ブグ獲得クエストっていうのをやりたいと思います。ここは槍なんだね。うん、槍がもらえる。できればね、金が欲しいんだけどな。そうも言ってられない。で、相手が槍なんで、ここは弓パーティーでいきたいと思います。例によって第一部隊だけを使います。本当はちゃんとね、やった方がいいかもしれないんだけどね。うん、一応ね、残りの4部隊は各勢力の女の子パーティー組んでるんで、まあそれでもいいんだけどね。ただ弓ターンとかにはやってないんで。さあ、強い弓兵軍団で行くか。逆にね、なんか難易度高くないんで、こういう時にちょっとでも育成をしようかなとかっていう風に私はやってたりとかしますね。はい。で、一応ね、今ね、大凶のレベル60にしたいんですよ。派遣でね、5のレベル60が必要って言って、今5で一番レベル高いのは実は大凶なんですよね。まあ、パパは差し置いてますけど。パパはもう53あるんだけど、まあ、ここまで来たら大凶で60にしようかなとか思ってたりします。で、だね、どうしようかな。まあ今一瞬なんで、別にそんなにこだわらなくていいかななんて思うんだけど。パクリが出るって言ったね、寝起きで。うまい。まあ、多い戦闘ってのもあれやけど。あれ、触れないんだけど。レベルの低いウキンさんとかはこういう時に育成していくと。次にレベルが低いのは誰だい？観測かな？観測でいいかな。重宝も低いけど、重宝はね、あんま育成する気がないんだよね。やっぱ群雄ってあんまり使いどころがなかなかまだないからね。本当は群雄を押したいんですよ、私。めちゃめちゃ群雄を押したいんだけどね。このゲーム、群雄不遇なんですよ。群雄の、ストーリーというかね、あれも出てくればいいんですけど。基本的に、何やっけ、武将列伝とか以外使うことがないですからね。寂しいです、ちょっとね、そこは。で、どこまで行ったっけ、観察か。で、ラストが一応レベル上げたいから大凶。まあ、言うて、まあでも、ただね、こういう細かいね、経験値でもね、上げることが大事かなと私は思ってます。まあ、結局最終的にものを言うのは、経験値クエストの、ね、仮クエストなんですけど、まあまあまあ。じゃあ行ってみますか。条件は、これは全部すごい緩い条件。誰も撤退せずに1勢力以上で、成功ダメージ1以上。簡単すぎる。多分クソ簡単な難易度だろうけど。じゃあ、簡単そうだからこそ逆にたまもちゃん大勝利が来てるかもしれないから、たまもちゃん連れていこうかな。私、たまもちゃん持ってないんですよね。こう考えるとやっぱ欲しかったですね。ネラとたまもちゃんは欲しかった。この心が届きますように。アルテラさんもね、欲しかったかな。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。なんだこれ。超ぬるぬるクエストだった。すげえ、運営さんからのあれかい？すげえ、マジか。想像以上にぬるくてびっくりした。ボーナスクエストだったー。全軍攻撃できてなかった。あ、勝って、あ、勝って、なんだ、無常の部分は強化するんだ。おこいつ買った、びっくりした。いつなき敵軍を打倒せよ。まあ、この類はだいたい攻撃に対して硬いから、あれですよ、計略というかダメ系とか知力系の攻撃を当てると簡単に陣を破ることができるんだけど、すげえ硬い。おすすめだって、すごい。このちゃんとセリフを読ませるために硬くしてるんだね。やってくれるぜ。だからそこもこのターンでゲームエンドで残念だったね。終わりだ。まあ、なるほど。あなたと私の心を結
これ経験値永遠だと信じて育成とかも経験値大してもらえない。あ、100経験値くれんの、あのドレン受けたまわった。いいじゃん、経験値100くれんだ。100はね、割とっていうか結構でかいっすよ。うん、でかいでかいでかい。おー、なるほど、やってよかった。でももう1日1回限定だから終わりと。あ、消えた、クエストがありません、消滅あー面白いですね。そういうわけでこれね、一応まあ切り替わるんで、その都度取っていこうかなと。毎回でもこれメンツが全部ガセイさんなのかわかんないけど、なんかっぽいな。うん、まあそれならそれでってことで、でこれもね超級もクリアしたのでよしとしましょう。はいはい、これもだからね、全然この日替わりクエスト私今までずっとやってこなかったんでね、いやほんとね、今までやっとけばよかったなと思いますね。まあ木札的な話だけなんですよ。何かご用でしょうか。まあ、ただ木札の交換先は相変わらず変わってないんだけど、まあそれでも結局重要なのはやっぱりあれですよね、この鍵2種がやっぱ鍵なんでね、いろんな意味でほんと言葉通り鍵です。あの、それは商品じゃないんですけど。失礼。で、なんだっけ、あ、まあアイテム、今さ、桃の話しようと思ったけどね、桃はまあ結構イベントとかでももらえるんで、っていうかまあ戦闘がこんだけあればね、全然遊べますよ。うん、じゃあ無課金でこんぐらい集まりますからね、全然そこは大丈夫です。何がって感じだけどねこれでまあ言うてだよね、むしろね、もう派遣のおかげで基本的な武器はね、金以外、金以上じゃないともう余ってるんですよね、実はね。槍、馬、弓と剣はもう余ってます。あとあれか、扇もか。もう派遣でもらえるとこは基本余ります。はい、だからもう金以上が欲しいんで、まあだから超級の解放はすげえありがたいです。だから金の入手先が増えることがすごく重要かなと。で、だから今の日替わりクエストは銀止まりなんだよね。なのでちょっと個人的に残念感があるけど、まあ経験値100とかくれるんだったらまあっていう感じなのかな。どっちかっていうと、まあ結構私みたいにね、私も気づけばやり込み勢になってるんで、そういう人よりは新しく始めた人とか、ね、始めまったりやってた人とかには嬉しいのかもしれないですね。はい、まあまあまあ結構ね、そのまああとは、あ、でもむしろ気になるのがあれか、ね、ゼニクエストか、日替わりのゼニクエスト、ゼニの超級とかは熱いかもしれないですね。今までが1300とかマックスで、で600と1300だっけが、まあ落ちてたんで、でドロップ率も上がると考えると上級とかでも結構稼げるし、さらに上級は稼げるんじゃないかと考えると、まあなかなか悪くないんじゃないかなと思われますという感じですかね。これでまあだから日替わりクエストもまあしばらくは楽しい。しばらくはって言っちゃうとあれやけど。あ、でもまあ、長期はずっと残るだろうから。あ、でもドロップ率アップは今、あれだっけ？今限定だったっけ？ずっとドロップ率アップしてて引退終わったら私はちょっと思ったりするんだけどね。ダメかな？ダメかしら？ダメポシ？ダメポシ？何語やねんって話じゃないけど。ドロップ率アップしない。あ、あの、お？これは、結局それはどっちなんだ？ドロップ率が大幅、キャンペーンの期間中はって書いてますね。あー、おー、あー、おー、みたいな。なるほど。ドロップ率がアップしてるのはキャンペーン期間中だわけだってことみたいですね。なんだろう。ただ、長期は残るよね、多分ね。長期は残してほしいな、と私は思いますけれど。あとは1日1回限定ね。なるほど。わかりました。はい。というわけで今回は、1日1回のね、限定クエストみたいなのをね、やってみました。まあ、経験値100って結構割と、
だからむしろ普通に7章とかの難易度なんとかでも50とかしか経験値もらえないんで、まあそう考えると結構普通にありがたいですね。悪くないです。というわけでお疲れ様でした。バイバイです。